ロバート・チェイス・アンダーソンは、アメリカ合衆国テキサス州ウィチタ郡、ウィチタホールズ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のテキサス・レンジャーズ参加所属。愛称はテキサス。2006年の MLB ドラフト42巡目で、ミネソタツインズから指名されたが、ノースセントラルテキサス大学へ進学した。2007年の MLB ドラフト40巡目で再び、 ツインズから指名されたが、オクラホマ大学へ編入した。2009年の MLB ドラフト9巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ミズーラオスプレイで、プロデビュー。18試合に登板して3勝1敗、防御率2.38、48奪三振を記録した。2010年はまず、A 級。 サウスベンドシルバーホークスでプレーし、7試合に先発投板して2勝4敗、防御率2.82、31奪三振を記録した。5月に A 級バイセリアローハイドへ昇格。19試合に投板して5勝3敗3セーブ、防御率3.60、83奪三振を記録した。2011年は A 級バイセリアでプレーし、3試合に 先発登板して1勝1敗、防御率5.40、20奪三振を記録した。2012年は AAQ モービルベイベアーズでプレーし、21試合に先発登板して5勝4敗、防御率2.86、97奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。11月19日には、 ダイヤモンドバックスとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2013年3月2日にダイヤモンドバックスと1年契約に合意し、3月14日にトリプル A 級リノエーシズへ移動した。この年はトリプル A 級リノでプレーし、26試合に登板して4勝7敗、防御率5.73、80奪三振を記録した。 2014年3月3日にダイヤモンドバックスと1年契約に合意。翌4日にトリプル A 級リノへ移動し、AA q モービルで開幕を迎えた。AA q モービルでは6試合に登板して4勝2敗、防御率0.69と高騰。5月6日にメジャーへ昇格し、11日のシカゴホワイトソックス戦で先発起用されメジャーデビュー。 5.1回を2アンダム失点6奪三振に抑え、メジャー初勝利を挙げた。最終的には21試合に先発登板して9勝7敗、防御率4.01、ホイップ1.37、105奪三振という成績を記録した。シーズン終了後のルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票では、1ポイントを獲得して10位に入った。 2015年は27試合に先発登板して6勝6敗、防御率4.30、ホイップ1.30という成績を記録した。防御率が前年より悪化し、勝敗が同数になると、やや低調な面もあったが、一方でホイップやフィップは改善され、必ずしも不調のシーズンではなかった。2016年1月30日にジーン・セグラ、 タイラー・ワグナーとのトレードでアーロン・ヒル、イーサン・ディアスと共にミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。この年、ブルワーズでは先発ローテーションに定着して31試合に登板、当番うち30試合が先発登板だった。またしても規定投球回には届かず、9勝11敗、防御率4.39、ホイップ1.37という数字だった。また、 東急イニングは前年とほぼ同等ながら、前年比で10となる28本のアーチを被弾した。2019年11月4日にチャドスパンバーガーとのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。2020年オフの10月30日に FA となった。2021年2月8日にフィラデルフィアフィリーズと400万ドルの単年契約を結んだ。ありがとうございます。